しろ。民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった。これは勘どこ。蒙古の儀式だろうか。
苦しみおって正体を突き止めねばな。
集落の者に何をした？大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長か？あのお方は一族を率いて対馬に来る。息のすべてをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。父、ジン、手を貸さんか。お前は死ぬのが衆生のためだ。急いで駆けつけたけど、こりゃひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの？わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹。対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの。猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ。かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも、その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。船が待ってる。いつでも立てますぜ。酒井様、よろしいんですかい？息はお侍を嫌っとりますよ。酒井様、よろしいんですかい？息はお侍を嫌っとりますよ。北西の岸へ向かえ。酒井取りで？あれは父が建てたもの。息で何かあれば、民はあそこに逃げるはず。では大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし。息では大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大鷹どもの企みのせいだろう。渡積様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い、影。
影。影。馬は無事だろうか。着いたのか。抜け荷の隠し場所のようだ。入り口はどこだ。よし、うまくいった。境砦は遠くない。誰かおらぬか調べねば。そして影、見つけてみせる。船が流れ着いていないか。見に行ってみるか。どこに消えた。
黄色のウグイス、どこへ行く？俺が乗った船だ。影、どこへ行ってしまった？対馬の船長だ。水死したか。また一人戦で命を落とし、またも俺は守れなかった。お主の無念必ず。影、どうした？死んだわけがない。蹄の跡があるはずだ。この蹄は影のものだ。どこへ行ってしまった？歩みに淀みがない。無事のようだ。空腹だったか。老媒もせず草を這んだ。倒れたか、転げたか。無事であろうな。そこもと。静かに、聞かれますよ。大高族に狙われているんです。もし捕まったら心を壊されてしまう。落ち着け、人はおらん。奴らが来たと気づいて逃げ出したものの、危うく蛇に噛まれかけまして。だが殺したのだろう。それが、不意に現れた馬が蛇を踏みつぶして、運よく事なきを得ただけなんです。その馬、どちらへ行った？猛虎を追って、丘の方へ。助かった。馬を見つけたら、礼をお伝えください。
Samurai Burger de Tosha! に送った石膏すべて切ったぞ。古典藩は死んだ。あやつの兵も敗れた。明日幾千もの武士が息に集う手はずだ。くだれ、命までは取らんぞ。苦しかったの。飲め。一息に殺せばよかろう。客を害しはしない。義務でない。まだ先は長い。決して潰れんぞ。とうに潰れておるではないか。さあ己の霊魂を地の底へ送ってやろう。己が先祖の裁きを受けるがよい。
ユナ。来るなと言ったはず。ちゃんと聞くと思ったの？そこらの船を借りたんだ。どうした？何かされたの？大田家族の蝶に飲まされたようだ。毒を。あいつらが戻る前に薬師を探そう。太刀はどこへやった？近くを探してみなよ。大高と猛虎兵はどこだ？さっき外に火をつけたんだ。あいつら調べに出た。さて、行くぞ。こっち。行くと狭すぎたが、境取りでは無事であった。ここのこと？父が建てた。そりゃそうだ。猛虎に抗ってる連中はいるのかね？どうであろうな、知らん。味方はいないってことか。ああ、境家への恨みも深い。助けを得るのは難しいな。お父上のおかげ。この門開けるよ。他の侍はいつ着きそう？他の侍？誰にも伝えておらんぞ。叔父上にさえも。父親はここで死んだの？いや、谷で不意をつかれた。あんたもいたんだね。こっち。どっち？この向こうに渓谷が。そこから逃げよう。なるほどね。先に行って。父親を不意に失って、その辛さ抱えきれ、時に辛く思う。崖を降りられるね。ねえ、何が見える？なぜ手を貸さなかった？見殺しにしたな。お助けしたかった。見てたんだね、殺される様を。何か妙だ。己、これも毒の。心の目は開いたか。この幻は始まりに過ぎぬ。我が助けなくては恐怖と苦痛の海に沈む。我が先導を務めよう。うちに秘めたる罪を清め、生まれ変わるがよい。我が樹脂のいずれもが通ってきた道だ。そうして島を我らがものとし、己の父の意志を継ごう。息の海賊を残らずなぶり殺せ。父の無念を晴らすのだ。ジン！なくし魂がさまよっておる。我が子に全てを授けたかった。だがあやつは武士になれん。か弱い。ジン、そこは危ない。
こっちだ。今参ります。父の疑いを己自身が証明したのだ。武士なら父を見殺しにするはずがない。父上の亡骸を乗せて船で対馬に戻った。生き恥をさらして。あやつはもろく弱い。戦で死ねば堺の家は耐えてしまう。父は己を連れたくはなかった。己がおるだけで家名が汚されるからだ。嘘だ。陣、急げ。お待ちを。父上、してやられた。すべて賊どもの計略。我が兵が撃たれる。父上、陣、走れ。今少しだ。己が父を死なせた。違う。お前は死ぬのが主上のためだ。生きてるか。大鷹は近くにいる。ひとまずここから離れるぞ。まだ青ざめてるな。しばらく休め。何者だ。答えよ。その言葉つき、ここじゃ通用しない。対馬だと思うな。幻が何を言う。太刀を抜け。切って確かめてみるか。代わりに答えよ。梅雨の森の戦はどちらが勝った。戦の前、10日以上雨が降って大水で侍も島の者も死んだ。どちらも負けだ。俺からも聞かせてくれ。侍が息で何してんだ。大鷹が対馬に石膏を送り、俺はその所業を見た。奴らを止めねばならん。では毒のことも知ってるんだな。あの毒はこの身に回っておる。さりとて気は確かなのか。そんなやつ初めてだ。いかほどで毒は消える。消えねえ。おそらくは。では耐えるほかない。猛虎はいつからおる。ひと月だ。俺の仲間は抗ってるが、ほとんどの奴らは殺された。俺も手助けする。大鷹を退けよう。侍が賊を助けるって。大鷹を倒すためだ。名を言え。陣、槍川の手だ。しばらく考えさせてくれ。槍川の陣殿。答えもせずに立つのか。生き残りを探すのさ。あんたも正気づいておけ。話がしたかったら西の浜辺にある小屋に来な。その前に毒で潰れてなきゃいいけどな。潰れぬ。気を休めてから天蔵に会おう。大鷹族から息を守らねば。まず影を探さねば。待っていてくれ。幾とせも父の死から目を背けてきた。またしても逃げるとあらば幻影は膨らむ一方。己一人で父の死と向き合えるのか。知恵を貸してやるぞ。
魂を常闇に沈めたくはなかろう。幻、まだ聞こえるか。どこに消えた。侍よ、塔に潰れておるではないか。我が案内がなくば己が霊魂は地の底から抜け出せぬままだぞ。心弱く脆いのその太刀も生くらだ。それでは我にはかなわん。ここは どうすりゃいいかな。諦めろ。生きたところで何になる。どれが幻で真なのか、もはや見分けられまい。いつまで続く。
いつでも足立家を頼られよ。酒井殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。足立家はもう終わりだ。必死に助けようとしたが。政子殿、恩美の咎ではない。
どこへ行ってしまった。そこもと静かに、聞かれますよ。大高族に狙われているんです。もし捕まったら心を壊されてしまう。落ち着け、人はおらん。奴らが来たと気づいて逃げ出したものの、危うく蛇に噛まれかけまして。だが殺したのだろう。それが不意に現れた馬が蛇を踏み潰して、運よく事なきを得ただけなんです。その馬どちらへ行った。猛虎を追って丘の方へ。助かった。馬を見つけたら、足跡、猛虎だ。たじろいだ後馬を追った。馬の蹴りで頭を割られておる。今向かう。なんだ。怪我はないな。死んだかと思ったが、お前を見くびっておったな。お前が見せた足で猛虎を潰す動き、忘れるでないぞ。よかった。襲われておる。急ぎ向かうぞ。二度も命を救われました。
礼は良い。馬に行ったのですが、ともあれおかげで助かりました。褒められたな。行くぞ、共に息を救おう。あんたが片山の位置にいたら猛虎を止められたんだろうな。お主戦ったのか。そうさ、とは言ってもついに位置を乗っ取られたわな。よくぞ心を決めた。俺が位置を取り返そう。
どうすりゃいいかな。困っておるようだな。何があった？猛虎に家を焼かれた。家を建てるか野宿するしかない。頼りになる身内はおらんのか？身内は一人もいない。トトもカカも15年前に死んだ。以来一人で生きてきたから、また一人でどうにかするんだ。ああ、不憫だと思わないで。辛いのは皆同じだ。今は材木がなくて辛い。少し分けてやろう。いいのか？それなら家を建てることにするよ。また猛虎に燃やされなきゃいいけど。その時は力になろう。お主の家楽しみだ。ああ、ここには建てない。木を集めてただけだ。でもありがとう。後で持ち帰る。はあ、さあどうなるかな。生き延びような。走槍川の陣、まさか来るとはな。何があった？ここに住んでた友人だ。仲間にしようと思ったが、猛虎に先を越されちまった。せめて埋めてやろうと思ってね。少し待て。手を貸そう。知らない奴だろ。構わん、くわをくれ。ふん、好きにしな。来世では幸せにな。仏教を知っておるのだな。ああ、見くびるなよ。仲間に引き合わせるという話、心を決めたか？さてね、毒はまだ回ってるんだよな。ああ、しかし大事ない。仲間のもとへ連れて行け。俺が皆を特進させよう。はあ、こりゃ参った。先は長いぞ。遅れるなよ。どこへ向かう？俺たちの隠れ家、かつては侍から、今は猛虎から守ってくれてる。侍を連れることに心がかりは？そりゃあるが、人では多い方がいいだろう。
堺の襲来だと。あの人きりは島に秩序をもたらせると思い上がりやがった。手向かったか。いい連中が大勢死んじまった。侍への雑言を聞く耳は持たんぞ。海賊とつるむんなら慣れておけ。この先に隠れ道があるんだ。猛虎、道が見つかった。あんたのお手並み拝見といこう。いざ勝負。カレッジタスナスガルセルメ。やるね。戦慣れしてる。道が塞がれておる。不可の計らいだ。もしよそ者に見つかったら入り口を塞いでそいつらを殺す。一人残らず。仲間の客には寛容であればよいが。楽しみにしておこう。他の入り口は？確か海辺に。だが幼い頃に使ってたもんだ。残ってるかな。行ってみよう。こやつは幾人を殺したのであろうな。息に渡った父の老頭、寝込みを襲われ喉を切られ、血だまりの中で死んでおったぞ。黙れ。ジン、どうした。いや、大高の声が聞こえた。心の内で聞こえるのか。ああ、俺が計らずも頭に浮かべた言葉が大高の声で。そりゃ辛いな。この道、武士では見つけられんわけだな。侍から免れた唯一の砦だぜ。猛虎も見つけられまい。渡れねえよ。常に道はある。お侍は言うことが違うね。よく滑る口だな。褒めてくれんな。やるな。俺にも一つくれ。対馬の鍛冶屋に頼むとよい。
他を探せ。お主も登ってこい。仲間だ。隠れろ。これで4艘の船が沈められた。ここを通れるはず。カートはどこであった？思いがけず酒井殿の宿でな。酒井砦でか。ひどい飯だった。首はつながったまま帰れたが、他の客は全滅。間もなくだ。こやつは罪人の巣へと引き込むつもりだ。殺されるぞ、愛しい父のように。門を通れば引き返すことはできない。あんた次第で俺も死ぬ。肝に銘じておけよ。いらぬ心遣いをするな。後悔はさせん。よし、その様子なら心配ないな。離れるな。あと太刀も抜くな。あんたは黙ってりゃいい。心しろ。天蔵？戻ったのか？そいつ侍じゃねえか。頭に伝えるから待ってろ。いや、俺が行く。仕事に戻れ。侍、悪さすんなよ。負荷に気に入られろ。そうすりゃ周りもおとなしくなるさ。もし子孫児だら。縛られて海に落とされた奴もいれば、船に吊るされて鳥に食われた奴もいたな。侍だとどうなるかね。この者ら、こいつらも毒を盛られて病んじまったんだ。天蔵、汚れてない布はあるかい？俺の着物を裂いて布にすればいい。陣行くぞ。負荷が待ってる。お主の家か？貸してやってる。はあ、負荷だ。悠々と見下ろしてら。天蔵、さっさと上がってきな。今行く。いいな、笑顔だ。侍の矜持は忘れろ。どういうつもりだ、天蔵。なあ、聞いてくれ。聞くとも。ほら、なぜ侍なんかを私の家に連れたのか言い分けてみろ。戦えるやつを探してただろう。私らと共に戦えるものだ。その首が狙いなら、とうに取っておる。ジン！お前は黙ってろ。この侍の弁明、楽しく聞けそうじゃないか。もう子供は対馬にも襲来してきた。今、大高を息で止めねば、あやつの毒でさらに蹂躙されてしまう。共に大高を倒し、故郷を守ろう。力を貸してくれぬか。天蔵。お前の客だ。何とか言え。助けになるか、または猛虎の槍に突かれるか。死んだとしても侍を殺したと自慢すりゃいいさ。俺たちに失うものはない。よし、よくわかった。お前船に酔うか？
次の大風の時、総掛かりの船で猛虎の戦船を襲う。仲間が命を落とすだけだ。俺が船に乗り込み沈めてみせよ。天蔵、こいつたわごとを抜かしてるぞ。いや、一理ある。俺たちじゃ戦船に近づけないだろう。だが数日おきに島から出てる補給船なら、その船を奪い戦船に乗り込めばよい。なるほど、うまくいくと思うならお前に任せる。男手が欲しい、陣も含めてな。いいだろう。補給船は島の北東に止まってる。崖に囲まれた入り江を探せ。そこで会おう。不可、恩に切る。足を救われないようにしな。弓は休ませておくと弱くなるよ。あんたのために腕を振るうよ。矢を抜ける相手は。あんたの太刀、この俺が鍛えてやろうか。猛虎に同情しちまうな。人を守りたいならせめて鎧は整えなきゃね。その鎧柱は家に小便をかけた男。うん、少し違うな。で、女の多さは嫌だって大声で叫ぶ。頭もいさめたんだが、そいつは頭の家に小便を。
長田湖の野営に近づくんじゃないよ。猛虎に奪われちまった。美濃は無事か？まあね。その代わりお坊様が連れてかれたけど、でもあのお方がいなけりゃどうせのたれ死ぬ。御坊が生きておればここへ連れてまいろう。しばし待っておれ。猛虎ども倒せるんだろうね。一つも二つ、お前が俺を責めるとはな。そして耳を切り、鼻をそぐ、しまいには唇まで。何の話だ？黒手の陸、かつて息を苦しめた海賊の船長が墓穴からよみがえったのですよ。黒手の陸、海で死んだと聞いておるが。さようです。柏と申します。わしも黒手の陸の手下だったのですよ。しかしあの夜のことは今でも夢に出てくるほど。詳しく聞かせてもらおう。喜んで。すでに川屋には行かれましたかな？
を過信するなよ。侍が相手だったら策を練られるんだけどな。決められぬか。心が潰れた哀れな子、生まれ変わらせてやる。何が起きておる。お前がいてよかった。行け。母上から笛を学んだ時のことを思い出す。それ。尋常に勝負。なぜめあしぐるちめど。さあ。Yuck!
行くぞ。他に手立てはなかった。仲間を食わせなきゃならねえ。駒田で死んでくれりゃよかったもの。幻め。天蔵は？崖だよ。大事な話をしてる。侍が相手だったら策を練られるんだけどな。猛虎も侍のように突っ込む。嘘ばかり言いやがって。決して嘘は言わない。いつまで待たせる気だ。駅ある話を聞き出せたかもしれん。あまりせいて殺すな。十分聞いた。嘘ばかりとは何を聞いた。気にすんな。それより補給船だ。船はひそやかに奪うと仲間に伝えろ。損傷した船では戦船に近づく前に偽り者だと見破られる。おい、そう怖い顔すんな。傷一つつけずに乗っ取ってやるよ。少し休め。船が来るまでな。来たぞ。まず小舟を奪い、それから補給船を借りよう。霧も味方になる。姿を見られることもなくなるだろう。出立だ。そろそろ毒は消えたか。触りにはならんぞ。
それを知りたいのか。違う、幻を見ると言ったな。忘れたい過去のな。帰り地で自慢の袴が汚れたとか。それも忘れたい。なあお侍様、あんたにとって一番悪しきことは何だった。共に戦場に立った父上の死。すまねえ。お主が知る由もないことだ。いつも通りだ。ちゃっと殺せ。兵器を破壊してこよう。コッパにされるだけだぞ。行ってこい、侍の力量を見せてみろ。てめえら逃げろ。頭を上げるな。正体は知られておる。海賊の罠に飛び込むか。幻め。己が死んだ時、海賊は父を殺す前に発した言葉を告げるだろうか。何であったかの。知っておるだろう。忘れたか。お前は死ぬのが主情のためだ。
outside. Chiharu, on fire now! Samurai!子供に手を貸すとはな。父を救えなかったのは弱さゆえか。俺の咎ではない。Hit!
随分と遅いから死んだかと思った。休ませてやろうと思っただけだ。お優しいね。何を言いたい。仲間になったのかと思ったが切り合いたいようにも見えるぞ。やることがあるだろう。後にしてくれ。では後ほど話そう。行く手は猛虎の戦船。俺たちの策が見抜かれないよう祈っとけ。祈りだけでは足りん。戦船が見えたら立ちどころに隠れろ。空の船ならそりゃ怪しまれないよな。大筒を撃たれることなく戦船に近づけるはず。船で猛虎を待つぞ。そいつらを倒して全ての火薬に火をつければ戦船は木図になるか。口だけじゃないといいがな。思ったよりでかいな。見つかるぞ。今やるしかねえ。まだだ。待て。かかれ。もう5分から海に叩き落としやる。
グズグズするな。ほら行け、急げ。もう相手に一生報いてやったぞ。次は息を取り戻す。そしていつかこの因果を断つ。よくやったな。負荷も喜ぶことだろう。いや、俺たち生き顔を剥がされる。どういうことだ。知りたいか、堺陣。この名を一度叫ぶだけで隠れ家の連中は列をなしてあんたをなぶり殺しに来るぞ。やってみろ。俺は身を守るのみ。これこそ大鷹の狙い。我らが手を結べば大敵となる。共討ちさせようとしているのだ。嘘だね。誰に聞かされた。拷問した猛虎兵か。全て大鷹の思惑だ。侍なんぞを信じちまったばっかりに。俺はここで育った。ここで泳ぎを覚えて、ここの家を山ほど建てた。妻を笑かそうとして落ちて腕を折ったこともあった。嫁が。昔な、腹のこと死んじまって深と一緒に埋めた。ここは故郷、こいつらは家族だ。だけどあの人きりの息子を連れたことを知られたら、きっと誰も許しちゃくれない。切られてカニの飯になる。秘密にすればよい。我ら二人だけの。そうするしかないな。今日のことは猛虎にとって痛で、手を結べば息を救えるのだ。ここでくじけてはならん。その口ぶり、まさに侍だ。俺はこれから深に会ってくる。後で寄れ。きっと礼を言いたいはずだからな。どうであろうな。抜かるなよ。口を滑らすな。あんたも槍川の陣。試合場が待ってるぞ。力試しをしないか。刀比べは誰でも迎え入れる。かような時に力試しだと。かような時だからこそ楽しみがいるんだろう。それに木刀で戦うから怪我もしない。大義がなくては争わんぞ。大義ねえ。褒美なら出してやろう。勝てればの話だが。さあどうする。勝負はいつでも始められるぞ。稽古をするのも悪くはないかもな。腰の太刀に敬意を表してお前をこう呼ぼう。一刀と。いいか、参加する奴らは皆それぞれ型が違う。強みも弱みもな。さあ早く選べ。皆待ちわびてるぞ。鉄の刀か。腕が足りん証だ。太刀は戦にのみ使う。お主には木刀で十分。木刀で人を突き殺したことがある。13の頃だったな。ふん、それは自慢なのか。それ以来大勢を倒してきた。過去は聞き飽きた。今の力を示せ。一刀と甲斐の勝負。突き殺してやるよ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは荒くれの海賊甲斐。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。分かれ。後ろへ甲斐に1点。
はじめ。やめ、双方下がれ。下位に一点。はじめ。よかったな。集落でのどかに過ごしてられるかよ。負荷が銭を払わないな。弓を見せてごらん。強くしてやる。もうこう任してやれ。鎌倉で戦うつもりか。そして耳を切る。鼻を添う。唇まで非常な男なのさ、黒手の陸ってのは。あっぱれだ。あんたに礼を言うことになるとはね。よく船を沈めた。それが礼か。得意になるな。ようやく船を沖に出せる。どうしても対馬に帰りたいってんなら止めはしない。あと数日で息の民は毒の餌食となるか猛虎に下る。もし息が落ちれば次は対馬だ。よくわかった、槍川の陣。それじゃあ共に大鷹狩りに励むとしよう。四国前、精鋭を引き連れて大鷹は境砦を立った。企みがあるようだ。行き先は不明だ。跡形を残さない。だが砦から消えたのだな。精鋭を連れたのならば守りが手薄の今のうちに奪い返せる。
こっちだ、影。お前ほどの馬はいない。幾人が毒を。一番手は誰だ？またエルクタシカルシュコルイクバッシュ！夢ではありませんよね。死なずに済むとは。こちらの精鋭を出せ！
聞いてはならん。侍を生け捕りにするのだ。砦から猛虎を打ち払う。俺をこじ開けろ。俺を救え。
敵を追い払え。恐れず戦え、進め。各々自由を勝ち取れ。息を守れ。道は開けた！押し進め！お願いします！助けてください！助けてください！お助けを！このままじゃ君に殺される！ある夜、父は腹を空かせた賊を木に吊るして罰したの。それとどこに才があるという？やはり戻ったか、侍。霊薬を受け取ったのだろう。あれは勇士への鼻向け。樹脂となりうる者にのみ送られる。俺を樹脂にする。それが望みか。お前は生まれ変わりつつある。鼻向けを受け入れ、樹脂となり、蒼天を舞う術を身につけるがよい。さなくば俺がこの手で潰してやる。鼻向けだと？呪いなど受け入れん。お前も砦に吊るしてやろう。
花向けの無駄だ。などなるか。ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。向けを無駄にしよって。黙れ、息の無駄だ。恐ろしさを増し、いずれは死へと至らしめる。なぜ花向けを受け入れんのだ。クンビシュは多くの友を殺した。あいつが報いを受けてよかったよ。たとえあんたが侍だとしてもな。助力があったからだ。大鷹は全て見通していた。それゆえ守りが薄かった。ミスミス釣られ言づてを受け取ってしまったか。だがクンビシュは死んで砦は取り返した。ありがとよ。おかげで戦える。無傷の者は負荷のところへ。残りはここに留まれ。修繕すれば猛虎兵とて近寄れまい。そうしよう。だがその前にこいつを受け取ってくれ。侍の方がうまく使えそうだ。ああ、礼を言う。気をつけろ。負荷の隠れ家で会おう。
前は名馬だ。いい子だ。影、さあ。よし。侍が酒井取出で助けてくれ。槍川の陣下、人暴れしてきたそうだね。手下が生きて戻って酒井取出も手に入った。ようやく大高を相手に渡り合える。
行き先はつかめたか？まだだ。でもいいことを知った。留守の間、大鷹が樹脂に当てた文を手に入れた。ある侍を生け捕りにしたいようだ。名はあったか？いや、でも誰のことかは見透かせる。わからないのは、なぜ大鷹はあんたを生かした？対馬の司祭を聞きたいのか、見せしめにしたいのか、当人に聞け。隠してることがあるようだね。不可、陣、大鷹は見つからずじまいだったが、猛虎の石膏に出会わせたんだ。奴らこっちに向かってた。幾人か先に行かせた。猛虎を木田触れに釣り出してくれる。不意打ちの備えも進んでる。村の者はどうする？もぬけの殻さ。人斬りが滅ぼしたからね。父は民をなで斬りにしておったの。己はただ見ているだけであったな。やぐらだ。この地を見渡そう。猛虎はここに釣り出される。だけどどこから来るかはわからない。見込みのある地に人を置き、我らは馬上で控えよう。人を置くにしても広すぎる。どこがいいんだろうね。父のように罪なき民を殺すつもりのようだな。林だ。あそこに巣人忍ばせよう。戦船から奪った呪し術が使えそうだな。猛虎を見た刹那に打ち上げさせる。いい合図になるね。あばら屋と蔵に人を隠せるか。村の者が隠れた場所、おののき叫びながら。猛虎が近寄らなかったら、騎兵で勢の脇をつき、腕ずくで寄らせる。あそこはどうする？この村の者は己の父を見た刹那に死ぬ定めを悟ったはずだ。村人が退却した地。おい、今何と言った？いや、兵が不利になればあそこに退却だ。ありもので補っておいた方がいいね。おのおのを配置へ。我らは後方だ。己の父はこの地で恐怖をまき散らした。己が防げたはずの恐怖を。配置へ急ぎな。猛虎を見たら合図を。ここの村人が退却したとき見てたな。あの鬼のような仕打ちも。あれが鬼だと？丸腰の村人が残らず殺されたんだぞ。兵を隠しておったからだ。無実の連中もな。奴らに戦の作法などなかった。不意打ちや罠で大勢を殺し、寝首までかいたのだ。だからどうした？身を守ったまでだ。この村の出の友がいた。あの戦で首を切り落とされて、探し当てるのに7日と7番かかった。辛かったであろうな。どの口が友の首を探し回る辛さ分かるわけがない。酒井が何人殺したかは知ってんのか？あまただ。俺が止めるべきだったが。止めなかった。だから他の奴が止めた。俺の目の前で、助けられたはず。なのに。なのに。来たぞ。馬に乗れ。来ました。やつら敵だ。遠蔵、陣、続け。一息に行くぞ。不利になったらここに戻ってくるんだ。小勢が残って守る手はずだ。父を殺した者と共に戦う。父は悲しむぞ。
このまま突き入る。幸先は良い。合図、猛虎が来てるんだ。よし、馬に乗れ。ああ、昔を思い出すね。深は楽しんでおる。かように侍を殺したのであろう。猛虎をもてなしてやるぞ。火薬だろう、荷車に乗せときました。よくやった。見ろ、来たぞ。ハロを狙え。
今のところ滞りない。あの有様は忘れられぬ。人の生き地で土が赤に染まっておったの。さあ刮目してみよ、酒井忠の所業を、人斬りの戸顔。黙れ、行くぞ。大事ないか。ああ急ぐぞ。フカ、後ろの守りは整ったか。今少しかかるはず。ここで猛虎をとどめねばならん。待て、合図が止まった。静かすぎる。ここを任せた奴らもどこに消えた。不意打ちか。調べてみるぞ。猛虎に捕まったのか。下がれ。俺が忍び込み奴らの隙をつけ。汗を外してやれ。逃がしてやる。ありがとうございます。恐ろしかった。また合図、四方からだ。大高族が動いた。数が多すぎる。
勝負にならねえ。ここまでか。お主ら馬に乗れ。矢倉まで引け。そこで迎える。ジン、先駆けろ。下がれ。一度引く。引く。せきとどめろ。死んでも負けるんじゃない。矢が来るぞ。お前は死ぬのが主上のためだ。ジン。
お前は死ぬのが主上のためだ。覚えがあるぞ、父上の仇。幻だろ、大鷹の毒だ。もう一度唱えてみろ。その首切り落とす。やれよ。この土は人の血を好む父上様が吸わせたからな。救おうとなされたのだ。父上のことをなぜ黙っておった。俺をたばかったな。騙してたわけじゃない。酒井忠は敵だったが、あんたとなぜかようなポンプな父を害した。知らねえよ。うんだ。酒井は何十も切ってぶっ倒れた。足を折ったんだろうな。俺はとどめを刺しただけだ。俺、さっさと殺せ。いや、まだだ。父上を戦場谷に誘い入れたのだったな。同じ手を大鷹に使う。俺たちだけじゃ無理だ。深と話せ。谷で落ち合うぞ。あんたの素性を隠しきれないな。分かってんのか。構わん、すべて明かせ。俺の名も息のため戦うことも、父上とは違うことも。さなくは己を切っていた。